たしてどんな開幕スタメンになるんでしょうか、ジャイアンツ。これはよく取ったウーレンティン。先ほど一つエラーがありましたが、今度は一つ取り返しました。笑顔の今井達也です。新しい東京ドームオープン戦ですが、ファンを迎えて新たな幕開け、ある意味今日が開幕というところかもしれません。これはどうだ、ショートのうまく取った、源田一回転アウト。ファインプレーが出ました。2回まで終わっています。ここはセカンドショートと清水さん、西武が守備で見せましたね。やっぱりこのあたりはさすがですよね。簡単そうにさばいているように見えますけども、はい、まあ、中途半端に非常に難しいバウンドだったと思うんですけどもね、まあ、この守備力というのはまあ大きいですね。ゴールデングラブ賞の常連ですからね。